こんにちは。暑い日が続いておりますが、この動画が出る頃は梅雨は明けてるでしょうか。もう梅雨明けというか、もう梅雨の時から真夏ですから、よくわかりません。もう四季がねおかしいですよね。春ってどこだ、いつだっけみたいな。春って今年あったっけみたいな。あったんですよね、でもね、きっと春ね。春はね、あの花粉症とかで忙しいから、もうね、楽しめないんですよね、最近は。そして、花粉症でわたわたしてる間に梅雨が来て、雨、蒸し暑いなぁなんて言ってるうちに、アホみたいに気温が上がってですね。そしてこの気温がですね、もう下手すると10月ぐらいまで続いちゃうんですよね。なんでしょうね、もうちょっとね、春夏秋冬、まあ冬もね、雪降らないとちょっと、僕北海道育ちだからなおさらちょっと贅沢なのかもしれないですね。雪は雪でね、あんまり降られると大変なことになるんですけど、まあでもちょっとやっぱ気候がね、変わってきましたよね。なんか今外を見慣れない鳥が飛び回ってますね。なんか大地震の予兆でしょうか。珍しい、あんま見たことないような鳥が外を飛び回って、なんか飛んでますね。うちの空吉くんは反応してませんけど大丈夫でしょうかね。大地震といえば、この前美容師の人と、最近関東地方ちょっと大きい地震あんまりないよねなんて言って、忘れた頃に来るんじゃないかびっくりしましたけど、僕ね、一番怖いのがね、スタジオにいる時に地震起きて、スタジオの棒のドアって鉄じゃないですか。あれが地震でこう枠とか歪んだら、あのドアはね蹴破ることができないですから。なんか窓もすごい頑丈そうだし、窓これぐらいしかないから多分通れないですね、割れたとしても。地震がね起きた時はね、まずドアをね開けるように、ね、いつも心がけてます、スタジオにいる時は。で、下手するとね、ドア2枚あるから2つ開けないといけないんですよね。ちょっとね、その余裕はないかな。ドーンって起きた時に1個は開けられるかもしれないですけど、2つ開けるのはちょっと自信ないですね。一応ね、気をつけてるんですよ。起きたらすぐドア開けるぞ。前リハやってる時に、ちょっと大きめの震度3ぐらいの地震起きた時に、スタジオのその中にいた人がね、すぐねパッとドア開けたの見てね、すごいなと思いましたね。あんなに迅速で俺行動できないかもと思って、あれ見てからね、そっか、ドア開けないと。皆さんもスタジオでね練習してる時に地震が起きたらですね、まずはドアで、多分スタジオってすごく頑丈な作りになってると思うんで、防音スタジオなんで構造的にも丈夫だと思うから、箱的には大丈夫だと思うんですけど、ドアがね、あれが枠がちょっと曲がって開かなくなっちゃったりとか、万が一した日にはもうかなりやばいですね。あと携帯の電波が通じないスタジオも結構ありますから、特に地下とかだと気をつけたいと思います。はい。今日はですね、スイスアーミートリプレッツ、珍しくルーディメンツの、説明なんですけど、スイスアーミートリプレッツってなんでそんな名前になったのかよくわかりません。スイスのなんかあれですかね、アーミーの方々が作ったんでしょうかね。ちょっとわかんないですけど、僕ねあんまりそういうね、名前とかのね起源調べたりするのあんまり興味ないんで、名前自体に興味ないからよく名前も忘れちゃうんですけど、スイスアーミートリプレッツはですね、まあ基本形は、まあ、こういう形で右手2個、左手2個の、せめぎ合いと、右手2個、左手2個のせめぎ合いです。たた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 じゃなくて、あ、違った、一つの
形の中に右手と左手が2個こうパパンパパンって打ってるんですけど、こうなんちゅうの重なってるじゃ変だ。右も左もねダブルなんだけど、タタ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 じゃないっていう、ね。まあ、うまく説明できないんですけど、譜面を見ていただければわかると思うんです。まず左手、ほらタンタ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 タンで、まあダブル。続いてる右手はもうそのままですね。タタン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 タンと。これね、ダブルストロークが上手にできる人はすぐできます。あ、いやすぐでもないか。やっぱフラムのちょっとずらすとこが難しいんで。アクセント入れて練習すると少し難しくなるんですけど、アクセントなしでやるんだったらそうですね。フラムのちょっとずれるところをうまくずらして、あとこう右手と左手のダブル2個打ってんだなっていうのが意識できれば比較的早く できるかなと思います。それでこれね、できるようになったらまず応用として、まあ、こういう3つ系の空数系のやつはだいたいそういう応用するんですけど、16部音符にはめて練習、これがもう土定番となっております。これも鳴らした方がいいですよね。なんか急に眠気が襲ってきましたね。これなんか不吉な予感がします。タタトゥ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 、まあ、一小節だとタタタタじゃん、まあ三拍フレーズみたいな形で、でこの右手の2個の部分をタムに応用してこんな感じで応用することが多いんですね。そうですね、目標テンポ、僕ができるテンポぐらいは皆さんできるようになった方がいいかなと思いますね。3連でやってみますか。タタトタタトタタト、このアクセントない形で160今のね、これぐらいでできれば、16部に換算すると120とかでできるので、やっぱ目標160ですかね、はい。まあ、僕がねできるテンポは皆さんですね、軽く追い抜いていただきたいと思ってますね。僕は別にルーディメンツとかスピードすごい速いとかそういう人間じゃないので、僕の程度ができるテンポはですね、なんとか頑張れば、追いつき追い越せできるかなと思いますので、そういう意味でも160、ま、僕もうちょっと多分速くいけますけど、今180ですけど、できますけど、まあ160第一目標いければ応用範囲も広がっていいかなと思われますね。まあ早いのができりゃいいっていうわけでもないんですけどね、スピードだけ追い求めるんだったらもうずっと練習してれば少しずつ上がっていくと思うんですけどね。ドラムはね、まあ音楽はスピードだけじゃないので、テンポが速きゃいいっていうもんじゃないので、あれですけど、まあ160ぐらいでできれば、なんちゅうんでしょう、目標として、おすすめです。160おすすめ、はい。というわけで今日はですね、スイスアーミートリプレッツ半分ぐらい、なんか下手したら半分以上なんか地震の話とかなっちゃいましたけど、まあでもね大事ですから、スタジオ入ってる、普段スタジオよく入る人多いと思うんで、スタジオに入ってる時に地震が来たらまずドアをガチャって開けるのが大事ですね。あとね、僕がね、僕微妙に気をつけてるのがクーラーの下から逃げる。あれクーラーって引っかかってるだけなんで、ビスとかで壁になんか止めた多分金具みたいにこうガチャンってこう引っかかってるだけのはずなんですよ。
だから地震とか起きてガーンってなったら外れて落ちてくると思うんですよ。あのエアコンなんか頭の上に落ちてきたら危険ですから、エアコンの下はねすぐパッと逃げた方がいい。だからエアコンの下から逃げるのと、あとねスタジオにいるときあの PA のスピーカー、あれ天井から吊ってたりとか、あとスピーカースタンドに立ってるのでもあれ倒れてきたらめっちゃ重いですから、あれこんなでかいスピーカーで、あれ直撃すると怖いのでそこも注意ですね。はい、そんな感じですね。今日はいろいろお話ししましたけど、ドラムの話に関してはスイスアーミートリプレッツの話を少しさせていただきました。ありがとうございました。